おいおい、あれは行くぞ。実に長かった。始まりの救済をなす第一歩、ようやく踏み出せます。あら、もう会わないと思っていたのに。今度こそルリアを返してもらう。そうですか、イド。お前もルリアを助けるとか言ってただろう。任せましたよ。お久しぶりです、所長。なるほど、あなたが手引きを。ハウェイド、心配には及びません。彼らの相手を。あなたがゲートを開くこの瞬間を待っていました。アンラマインは僕が滅せる。こんなことがルリアのためになると受けてみろ。本気で思ってんのか。俺は母上を信じる。話し合いでは解決できないということだ。無人同士剣で語るとしよう。来た。くらえ。準備はいいか。全部かわしてやるわ。破壊する。彼から溢れる秘密取りは何。魔力のモンドは尋常じゃない。それってどういうこと。家離れしてるとは思ったけど、もしかして。ここからだ。テンスト伊達ではない。もうだから持ちこたえるぞ。舐められたものだな。ほらここだ。助けろ。押し通る。くらえ。甘いぞ。おっと遅いな。はっ。生きた。防御を固めていこう。期待に応えよう。今だ。試してやろう。いい名前だ。以前とは違う。冗談だか長文だか知らねえけどよ、ベテラン飛空士をなめんじゃねえぜ。終わらせる。目覚めろ。俺の中に眠る竜の力よ。
界の断りから外れた力のようだ。これの中で躍動する力のほど、魔物とも聖少女とも違う。リリスの懐刀の手だけあるぜ。何が出てきても驚かねえぜ俺は。その力、お前敵の正面は危険だろうな。遅いな。恐ろしいほどの魔力の本能、一瞬で空間中に充満させるなんて。くそ、とんでもねえ速さだ。暴れっぱなしってことにはならないわよね。どこかで必ず隙ができるはずよ。強さではない。背中は任せるぞ。シルバさん任せなさい。プロミネートタイム。ジュースレッジンプリント準備はできている。シュバラツパンク。カタリナ殿、後に突っ込む。これが採用の技の曲。ひらめけバーストキング。チャンスよ。どうやらその力長くは扱えないように。甘いぞ。やったのか？ルリアを追おう。逃げて、急いでここから離れてください。チルコノハに気を回す必要が。相変わらず半端な覚悟ですね。しかねえ、腹くくれよ。これが門を司る聖少女アンラマンユ。星の民であるローランさんをいともたやすく。普通の力ではない。怪我して散り落ちた炎。
時に赴くようになるものですが、もう剣で語ろう。アストライオスならまだし、あなたたちは見て無能な超絶ですからね。よくも許せねえ。階段から出すわけにはいかねえ。ここで倒すぞ。はい。まだまだ先陣を切ろう。皆は後に続いてくれ。でもビクは下がっている。何か嫌な予感がする。落ちこたるぞ。気をつけて。みんな、オイラは戦えねえけど、何が気づいたら教えるからな。遅いな。まだまだ。アンラマイヤが透けてるのはどういうことだ。関係も通じてねえみてえだしよ。そこにいるのに、そこにいないよ。船の力と関係があるみたいです。まるで飴玉に群がるアリのよう。浅ましいだけで知性を感じません。団長、ルリアを、ルリアを頼む。ダメ。カタリナ、返事をして。なんてこった。大事な仲間を、てめえ。同調さえしていればこのような目に遭わずとも済んだ。舐められたものだな。ただ求めるだけの卑しい存在は。回復せ。うまく見た。嘘でしょ。無に帰しましょう。ていっ。みんな、あんたのこと。ていっ。どうすればいいんだ。どうすればいいか、まだ理解できませんか。何もできることなどありません。ただ無の世界、自らを顧みなさい。わけのわかんねえこと言ってんじゃねえ。みんなを返せ、返せよ。少々耳障りですね。そしてそんな無価値な世界のもと、あなたには唯一にして最大の敬意を。巫女を私のもとへ招いた功績は奇麗な因果応報。次の巡りに。みんなを守れ。期待しましょう。団長、決して心を乱すな。僕らに必ず隙はあるはずだ。リーフ・エリートさん、これでどうだ。ルリア、この空というカゴに囚われた哀れな小鳥、あなたも連れて行きましょう。アンラマンユという箱舟に乗せて。次はあなたです、巫女のつがい。
イド、一体何を？母上はルリアを守れと言った。なのに、なぜ？これではあべこべだ！なぜルリアを？落ち着きなさい、イド。アンラマンユが復活した今、巫女は役目を終えたのです。従って、巫女を守る任務はもう必要ないのですよ。それでも、俺は…まさか、イド。あなたも私に同意しないと。聞き分けのない子は、あの者たちと同罪ですよ。俺に構うな。ルリアの声を聞け。なるほど。これほどの大事となれば、すべてが予定通りとはいかないものですね。逆境を背に勝利に手を伸ばす。さしずめ、叙事詩の英雄にでもなったつもりなのでしょう。しかし、読み飽きた王道の物語には心惹かれませんね。ここで終わりにしましょう。おや、その剣は確かエオスの剣、アストライアスの忘れ形というわけだ。これでどうだ？それを使った。あんな前にで、これでどうだ？空の神に扱えるものではないです。この青い光を、それ、これでどうだ？これでどうだ？光は一体。これでどうだ？はあ。やっ、まとめて攻撃。こんなはずは。くらえ。
次元の竜、闇の炎の子、何時の名はバハミット！
そいっカタリナ、よかった、ルリアも無事だったか。しかしここは一体シードホルム城だよな。一体何が起こったんだ。どうやら団長君とルリアちゃんのおかげで戻ってこられたようですね。さすが団長。たくかなわねえな、毎度おいしいところは持ってっちまうんだからよ。ありがとう団長さん。ビア、おいら信じてたぜ、お前なら絶対にやってくれるってな。これで一件落着ですね。ああ、みんなごめんなさい、ずっと体が動かなくって。でも意識ははっきりしていて、怖いことをしているって分かっているのに何もできなくて、夢かどうかも分からなくなって。ルリア、みんな助けようとしてくれてたのに、私みんなに、カタリナに、あなたに、あんなひどいことを。ごめんなさい、ごめんなさい。ルリア、おかえり、もう怖くないよ。大幅に消耗した分はあなたに補填してもらいます。また繰り返すと。なるほど、あなたたちは得意点を気取ったつもりかもしれませんが、動き出した運命は止まらない。いかなる困難も乗り越えてみせましょう。私は研究成果を星の世界へ持ち帰り、必ずイスタルシアへ至る。やめるんだ。星の世界へのゲートを開けばこの空が壊れてしまう。かつて禁忌とされたその理由を忘れたのですか。逆に問いましょう、あなたはなぜこの空にこだわるのです。真なる世界を実現すれば、不完全さゆえに悩み苦しむことからも解き放たれるのですよ。リリス、あなたには見えないのでしょうね、彼らが紡いだ絆、思い、希望。目に見えなくとも僕たちにとってはかけがえのない大切な。ルリアの兄ちゃん、アストライア、ここに至ってなお同調する気がないことはよく理解できました。あなたも同罪です。主従雑多の愚か者たちと同様に。始めましょう、大いなる犠牲と悲哀を超え我が救済の執行を。
あまたの聖書をくべ、星の世界への架け橋となる祭壇。救済の時は間もなく。空は砕かれど、やがて星を迎え、真の理想郷へと至るのです。ここは祭壇のようね。戻ってきたのか。こっちだ、走れ。